ちょっとおぐい女子です。今日は新宿高野本店にてオーダーメイドケーキをお願いしてみました。オーダーメイドのケーキは5日前までの予約になります。それではケーキを取りに行きたいと思います。オーダーメイドケーキの前に普通のケーキも見てみたいと思います。オーダーメイドケーキはこちらになります。ホール、ハート、スクエア、それからね、2段のケーキや数字の形のケーキなどがあります。こちらの価格表は新宿本店のものになります。ケーキのね、形を選んで、まあそれだけでもいいんですけど、あとはフルーツ、上面のフルーツ盛り、側面のフルーツ盛り、あとはね、クリームをチョコレートに変更とか、スポンジをチョコレートに変更っていうのもできます。こちらはナンバーデコっていう数字の形をしたケーキになります。一桁のね、もの、それから二桁のもの、三桁のもの、それぞれオーダーすることができます。家に到着いたしました。右がね、4号サイズのケーキ、そして左が7号サイズのケーキになります。意外とね、サイズそこまでめっちゃ違うわけじゃないけどね、箱の大きさはね、だいぶ違います。子たち、はい、こっち見て、かわいいかわいい、はなゆちゃん。お友達のはなちゃんがお誕生日を迎えたので、お祝いのケーキを持って行きました。ただ食べるのは飼い主さんになっちゃうんですが、ワンコたちは犬用のバースデーケーキ、多分ね、お芋とかでできてるのかな、それを食べております。おいしい、おいしい、おいしい、おいしいね。次、花ちゃんよ。お、出てきた、出てきた。花ちゃん、花ちゃん、バックバックバック、はい、おいしい、おいしい、一瞬でね、こんなね、じゃあ待て待て待て、何千円もしてもね。じゃあ待ってよ、はい、じゃあ来てよ、おいしい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 ね、おいしい、よかった、待てよ、花ちゃん、はい、どうぞ、はい、おやまわり、どうぞ、おやまわり、はい、ちょっと待って、やっぱ待ってって、ちょっと待ってって。はい、やるちゃん。花の周り、花の周り。ね、美味しかったね。やるちゃん、いつもありがとうね。美味しい。ありがとう。美味しかった。はなちゃんのケーキはホール4号サイズ、上面フルーツ盛りになります。あ、意外と重量感じる。いちごの匂いを刺してエルちゃん。それではオープンしていきます。こちらはエルちゃん用のケーキになります。エルちゃん用っていうか、エルちゃん用のケーキだけど、食べるのは私。
オープンします。でもこれね、片手で多分ね、開けれない。あ、開けるかな。開けそう。オープンします。エルちゃん、開けるよ、開けるよ、エルちゃん。はい、エルちゃん、開けます。じゃーん、反対だ、向きが。到着いたし、あ、すごいすごいね、美味しいクリームとイチゴの香りがする。すごいいい匂い。エルちゃん、イチゴいっぱいだよ。イチゴ食べる、イチゴ食べる、食べる、イチゴ、イチゴ感じです。ほら、美味しそうでしょ、エルちゃん、美味しそうでしょ。エルちゃん、プレ、お誕生日おめでとう。プレでございます。お友達の花ちゃんが今日誕生日なので、花ちゃんのケーキを買ってきましたが、エルちゃんは何でもないけど一緒に買ってきました。プレ、お誕生日、プレをつけたらいつでも特別。エルちゃん、イチゴ食べたいね。イチゴ食べる。まだだよ、まだまだまだ。こちらのケーキはオーダーメイドのケーキのハート型のケーキになります。ハート型のケーキはね、5号サイズからあるんですけど、こちらは7号サイズになります。そして上にハート型のケーキだと、バラ絞りが乗って、あとちょぴっとフルーツが乗ってるんですけれども、こちらバラ絞りはなしにして、代わりに追加で上、上面をいちご盛りにしていますっていう、オーダーメイドです。いちご食べるじゃん。いちご待って、いちご、こいつ、はい、あんちゃんどうぞ。いちご、おいしい、おいしい、いちご、おいしい。この辺行く。落ちた。あ、ちょっと待って。はい、どうぞ。美味しい。ケーキをカットいたしました。中身はね、こんな感じです。クリームの層とイチゴが入って、そして上にイチゴがたんまり。こちら4分の1カットいたしました。すごいでしょ、このボリューム。やばい、ちょっと後ろ汚い。見なかったことに。それではいただきたいと思います。それではいただきます。ちょっとね、いちご今の時期どうかな。うん、いちごはね、めっちゃ酸っぱいでもないけど、まあまあ酸っぱい。クリームをいただきます。うん、うまい。甘すぎなくていい。このね、これ新宿本店で今回作ってるんですけど、高野の新宿本店のケーキだけちょっとね、他の店舗よりもお値段が高くて、それはね、このクリームが乳脂肪分が他の店舗より高いかららしいです。過去10年くらい前の情報ですが、多分今も変わってないと思う。このね、スポンジのしっとり感が程よい。そしてこの甘さ控えめのクリームとすごい馴染みます。中のいちごはね、思ったより入ってないからね、やっぱりこの上をね、いちご盛りにしてよかった。美味しいですか、エルちゃん。いちご美味しい？美味しかった。いかがでしたか？今日は新宿高野オーダーメイドケーキをご紹介させていただきました。ぜひ特別な日に、そして特別じゃなくてもプレお誕生日に、ぜひオーダーメイドのケーキを食べてみてください。今日もご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお会いいたしましょう。